撃退できたんかどうかちょっと私にはよくわからんけれども、はい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、てことでとりあえずあれをね、水晶を探しに行かんといかんのよね。まあ、探しにっていうか場所は分かっとんやけど全然余裕で分かっとんやけどね、前に取ったしね。さあ行くぜ、こっちだこっちだ。なに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 、なんか出てきたんやけど、色付きや色付き。お、ハーゴングの魔物だぜ。ここは方位が緩んじゃなかったのか。こっちにまで回り込まれているということですか。うわ、増えた。予想外に敵の進行が進んでいたみたいだ。だけどあの程度ならなんとか。お、ってことは私は、はっはっは、後ろからも出てきやがったな。挟み撃ちってやつか。くっ、敵の罠にかかってしまったみたいだ。仕方ない、戦うぞ。私も？私もなの？どこへも行かせん。やめ、いててててててて。なんか思ったよりでかいんやけど、何君ら。え、さっきからそんなでかさだった？いや、痛い。あれ、さっきまでもうちょっとさ、普通じゃなかったっけ？何それ何それ何それ。やめてよ。いやー、さっきからさ、なんかため攻撃しようと思っとるのにさ、めっちゃ近づいてくるけん全然ためれんのよね。はい。イエーイ。ふ、楽勝。ハーゴンの騎士っていうのあれ。イエーイ。なんかすごい疎外感。ふふ。挟み撃ちなんてなかなか面白いが、オレン的じゃなかったな。このやり口、ハーゴン軍の連中、僕たちを泳がせて遊んでるんだ。成功に近づけるだけ近づけて、一気に絶望に陥れる。それがハーゴン教団のやり口なんだ。ひとまず行こう、アイナ。目的の魔力の水晶は、この先の紫の水晶を壊す手に入るぞ。知ってるよ、持ってるもの。さあ、とりあえず。ねえ、なんか結構いっぱいあったよね。あの時もっと集めとけばよかったかな。あ、でももっと集めとったとして、今、イベントが起こったってことは、結局、コントいかんかったってことかな。あのイベントはミントいかんかった、やつってことやろ。よしよし。あっちにもなんかマークあるんやけど。あれ？消えた？今そこになんかマーク出てなかった？出とったよね。え、消えたよ、なんか。なになになに？あ、なんか宝箱ある。イエーイ、いただきまーす。なにこの後ろの、え、なにかの像なんやけど、これとりあえずなんか、あ、小麦の種いいやん。見てこれ。違う違う違う、クピカリ族とかじゃなくて、でこれは何の像なの。ほら、なんか祈り捧げよるけど、別に何もできなさそうやね。なんか意味があるんかなと思ったんやけど。それじゃあ、え、なんか思ったより少なくない？こんなもん。あ、一応この辺にもあるか。よいしょ。20個いるんやね。オッケー。じゃあこれで集まったかな。あ、後ろからカラスが来てるよ、カラスが。ちょ、全然壊せてない。よーし、これでオッケー。帰ろ帰ろ。あ、そうや、ワープできるんよね。はい、ムーンブルク城に。ワープ。ただいま、帰ってきたよ。へい。わあ、すごいです。魔力の素子を見つけてきてくれたんですね。敵の攻撃をなんとかかいくぐれたね。これも指導のおかげだ。しかし指導、実は君がここに来た時から思っていたことなんだが、君は随分危うげな戦いをする。破壊の力が恐ろしく強いようだな。いちいちうるさいぜ。敵に勝てればそれでいいだろ。とにかく言われる筋合いはない。破壊の力が恐ろしく強いってどういうこと？まあまあ、お二人とも、これでデインバリアを作れますね。城壁を飛び越えるクビカリ族を撃退できます。ふんふんふん。デインバリア、どんな感じなんやろ。あ、はい。アイナ、なんとか魔力の水晶を集められたな。これでデインバリアなるものを作れるだろう。うんうん、よくやったぞ。どっから話聞きよったん。めっちゃ地獄耳やん。デインバリアは魔力の水晶、イカ槌の石、石の延長を素材に魔法の作業台で作れるはずだ。
イカ土の石は地下倉庫の宝箱のもの、石の円柱は近くにあるものを壊して使うがよい。ではよいな。レインバリアを作り、目印の場所6箇所に置いてくれ。6箇所、6個いるってこと。はい、これでレインバリアを6個作ります。めっちゃなんかめっちゃ疲れとんやけど、とりあえずベイクドポテト食べますかね。よし、これで、はい、これでデインバリア6個置いていくか。どういう感じ。ちょ、外に回った方がいいんかな。ちょっと待って、どこから上がればいい。あ、こっから。はいはい、うーん、よいしょ。ここ?まずはここに1個。どんな感じで動くんかな。で、ここに1個。めっちゃ邪魔なんやけど、移動の。なんかここ、あー!落ちたー!え、なに?すごい。大丈夫?今、指導やられてない?全員バリアにやられてない?はい、ここと、ここなんか間隔狭いよね。はい。よっ。ほらほらほら、やられよりやん。大丈夫な。あ、こっち側に移動してから置けばいいんか。あ、なるほどね。あ、全然違うところに置いた。ふぅ。よいしょ。そして、ん?ちゃんと置けてる?はい。これで OK? おー。こんな感じらしいよ。おー、あいな。デインバリアを作ってくれたのだな。わっはっはっは、素晴らしい。どこから話してきてるの、王様。怖いんだけど。うわ、いた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 。デインバリアは近づく魔物を弾き返す力がある。城壁を飛び越える首狩り族に有効だろう。すごい。こんな兵器を作れるなんて、さすがビルダーだ。王様の発案もさすがでした。うん。今置いた以外にも、2本を1組にしてまっすぐ並べれば、その2本の間に魔法効果が生まれようぞ。これで、より強固に敵の攻撃を防げるようになった。ハーゴン軍との戦いをさらに続けていけるな。あ、じゃあ、距離が空いとっても全然いけるってこと ?2 本、立てとったら。あやけん、あの曲がった部分は、あの、近距離で必要やったわけやね。ん?この気配は。なに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 、モンスター襲来しちゃいます。おお、拠点を狙うモンスター。拠点を狙うモンスター、そっち。あ、でもこれでさ、効果が、わかるんやない。見たいんやけど。おお、なんかすごい。え、あれやん。さっきのさ、あのなんか、何?うわ、すごい!へえ、そういう感じなんや。ねえ、だってあれやん。なんかあの赤い線が出とるだけじゃないんやね。なんかバチ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 ってめ、え、入ってきたよ。あんまん入ってきとん。ちょっと、なんか階段取ったし、私が。痛い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 。何、どっから入ってきたん、あいつ。普通に飛び越えてきたことない。やめてよー、そ、いててててて。ちょ、デインバリアの意味。もしかしてデインバリアよりもさらに高く飛びました?ダメじゃん。え、なんか肉ゲットした、やった。誰の肉?おお、魔物たちを倒してくれたのじゃん。よくやってくれたさ、えな。どこにおる、王様。あ、おったおった。見たか、デインバリアの力を。見事に首狩り族の攻撃を防げたであろう。防げたのか?これこそが魔法兵器の力だ。代々魔力が強いムーンブル後期のわしだからこそ考案できた兵器と言えよう。魔法兵器?ふん。教団に物作りが禁止され、何年も封印してきた特別な兵器だ。ビルダーならば形にできると思ってな。なんか嬉しそうね。わしもすっかり忘れておったのだが、ビルダーの鐘の音を聞いて思い出したのだ。兵器か。だがそんなの所詮は物だろ。実際に敵を倒すのは俺たちだ。物を作るのはいいが、頼りすぎるのもどうかと思うぜ。とにかく、これで城壁を飛び越える問題撃退できる。助かったぞ、アイナ。撃退できたんかどうかちょっと私にはよくわからんけれども。アイナ、魔法兵器も完成し、陣地内に設備は整ってきた。あとは城門を作れれば、ムーンブルク城の再建が完了するけど、君一人で城門を作るのは大変だろう。そこでだ。この辺りでビルダーの鐘を鳴らし、みんなのものづくり力を高めてほしい。指導から聞いたんだよ。ものづくり力が上がれば僕たちも建築できる。そしたら僕たちも君を手伝える。
それにあの彼の音を聞けばカステロの仲間も戻ってくるだろう。兵力も増えるに違いない。アイナ、人々の願いを聞いてものづくりにかけらを集めてくれ。そしてビルダーの鐘を鳴らすんだ。アイナ、ビルダーの鐘を鳴らしてくれてありがとう。これでハーゴングに戦っていけるよ。あ、前回鳴らしたやつか。あ、なるほどね。急に何言い出したんかと思った。もはやこれまでじゃ。もうこのものづくり欲を止められん。わしも教団を抜けビルダーになろう。おお、おじいちゃんも。私もです。これからは私もアイナさんのものづくりに協力させてください。じゃ、壁の向こうから。アイナ、いやいや、君は確か最初の鐘で来た。俺たちも目が覚めた。これからはビルダーとしてアイナのものづくりを手伝わせてもらおう。うん、物どもよく申した。みんなで物を作りハーゴン軍と戦うのだ。ふん、何？ハーゴン様の教えを破りみんながビルダーになるなんて、そんなこと許されていいのか。うるさい。お主たちも今すぐビルダーになれ。これは王の側近たるわしの命令じゃぞ。王の命令ではないのか。わかりました。では我々もすぐに。それぐらいの意志なのね、あなたたち。今後設計図で何か組み立てるときは収納箱に材料を入れてくれれば僕たちも建築を手伝うよ。ハーゴン軍との戦いはこれからだ。まずは何とかして陣地を包囲している先兵部隊を撃破しよう。ふんふんふん。お、何か依頼がありますかね。かー、ビルダーめ。相変わらずニコニコと物を作りよって、なんともけしからん。時にビルダーよ。わしが言ったありがたい言葉を覚えておるか。めっちゃなんか覗かれよるみたいな、会話しよるとこ。戦争とはすなわち食料の確保。そこでお主には料理をするための部屋を作ってほしいのじゃ。部屋にレンガキッチンと収納箱と井戸を一つずつ置いたお城のキッチンを作ってくれ。かわいいお城のキッチン。命名が。お、なになに？レンガキッチン。レンガで囲い火力を集中させた調理器具。食材を入れると調理ができる。ふんふんふん。お城のキッチンを作るのか。え、今度はなんかどこの場所とかそういうの別にないんやね。どこにしよっか、キッチン。ちょっと待って。とりあえずそのものを作っておこうか。作ります。必要なのは、レンガキッチンは何が必要なん？焚き火？ってことは、これ回収してっていいかな？よいしょ。ちょ、待って。違う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 。よいしょ。はい。とりあえず、このお会いできて光栄じゃ。これでレンガキッチンが作れるでしょう。てかまあ炉があるけんあったかさとかは大丈夫やろ。現実的な問題。んで、あとは収納箱を、んで井戸。へえ。いいね。そこから汲んだ水を使って料理するってこと。なんかめっちゃいいやん。以上、こんだけ。ということは、でもなんか井戸が似合いそうな場所ってさ、あの水があるとこじゃない？ここキッチンにする？でもなぁ、すぐ隣トイレなんよね。でもキッチンのすぐ隣トイレとか別に、あるか、普通に。じゃあここにする？なんか全然なぁ、でも落ち着かなさそうやね。そんなことは別にいいか。どうしよう、この辺キッチンにする？狭いかな。全然大丈夫か。じゃあここをキッチンにしましょう。あ、じゃあここ扉つけよう、扉。どの辺？この辺に扉をつけて。で、まあ。はい。この辺ちゃんと埋めて。あれ？これ部屋になってないの？部屋になってないんですか、もしかして。これ、あ、びっくりした。小さいあくびはなったね。よかったよかった。よかった。で、ここに収納箱を、なんか木箱と合わさっていい感じじゃない？置いて、レンガキッチン。どれぐらいのサイズ？あ、いい感じやん。小さいシンプルキッチンで、ここに井戸を置きたい。いい
道をここの角にする。はい、あ違うわ、ブロックやんこれ。ちょっと待って、はい、移動を、よいしょ、ここに置きますと。これでいい感じ。小さいお城のキッチンできたよ。みんなみんなどこ行く。ちょ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 、さすがじゃな。じゃそんなとこに乗らないで。おじいちゃん、わしの求めに応じお城のキッチンを作ってくれたのじゃな。ふんふん、これは良いものじゃ。お城のキッチンがあれば住人が料理を作り収納箱に入れてくれよ。時折確認してみるがよい。時にあいな、この陣地を包囲しておる魔物もそうじゃが、あんな数の魔物どっから湧いてくるのかの。倒しても倒しても次々に現れ襲ってくる。これもハーゴンの力なのじゃろうか。陣地も整い敵と戦う力はついてきた。しかしこれからのことはまだまだ不安じゃ。こんな時わしの幼馴染のあやつがおってくれたら少しは気が収まるのにの。幼馴染？誰？何か戦力になってくれる人ってこと？待って、お腹すいた、お腹すいた、お腹が、よいしょ。で君は？アイラさん、最近また物がなくなる気がするんです。私が隠しておいたジャガイモも何者かに。スパイ？ってかなんで隠してたの？これってひょっとして例のスパイの仕業なんでしょうか。いや、ただ単にお腹が空いたんじゃないかな。それはそうと、デインバリアもできて陣地の中は安全です。しかし戦いはこれから激しくなるでしょう。そこでアイナさんに兵士が傷を癒すための救急セットを作ってほしいんです。救急セットと木箱、そして椅子を一つずつ並べておいて救急セットを作ってください。ふんふん、もしガラスが必要なら素材の砂は城の地面にあると思います。雪を溶けて探してみてくださいね。救急セットね、それを作れと。でどこに置いておけばいいんやろ。木箱と収納箱ここにあるな。この辺に作っておけばいいんかな。部屋じゃないもんね別に。救急セットとやらは一体どちらに。木箱、椅子、木の椅子。あ、一応なんかあれか、診察みたいな感じってこと？椅子が必要ってことは。はい、これで救急セット。さあこれでどこがいいかな。ここにあるやん。ここにあるやないかーい。あ、もう早速作ってくれよる。おー、いいねいいね、完璧。作ってくれよる、作ってくれよる。見て、油が取れた。どうしよっかな。この辺なんか水辺でさ、ちょっと癒されながらみたいな感じの方がどうでもいい。どうでもいいかな。いやでも何かしらさ、ちょっとね、拠点狙うモンスターマジで現れすぎなんやけど。この辺の一角に作っとこう。木箱、トワイオは、救急セット、オッケー。あ、ちょっと待って、埋もれてる埋もれてる。私のような影の薄い女のために救急セットを作ってくれたんですね。私感動しました。救急セットがあれば傷を負った兵士が自分の判断で椅子に座り体力を回復します。え、めっちゃいいやんそれ。ただ戦いの最中に倒れた兵士は自分では救急セットに行きませんので、アイナさんがベッドに運んでくださいね。ふんふんふん、それはそうと。アイナさん、例のスパイの話ですが、私考えれば考えるほど気になってしまって。物がなくなるのもそうなんですが、夜な夜な魔物と話している兵士の姿を見たって噂もあって。え、マジで？ここだけの話ですが、私は案外ジロームさんが怪しいと思います。あの目は絶対何か隠してますよ。私はこれからも調査を続けます。アイナさんもスパイには気をつけて。ありがとう、気をつけるわ。なんだかんだみんないい人ね。アイナ、あれから私は王様に話を聞き、ずっと魔法兵器について考えていた。以前この城には魔法に詳しいご老人がいてな、ふとその方の研究室を思い出したのだ。それもしかしてジロームの幼馴染じゃない？違う？これから敵の攻撃に対応した防衛設備と魔法兵器を作っていけば、教団との戦いを続けていくことができるだろう。魔法の作業台を使えば魔力を帯びた強力な武器も作れるはずだ。ならば私たちももっと魔法を知るべきだろう。
そこで頼みがある。今後様々な魔法兵器を作っていくために、城内に魔法研究所を作ってほしいのだ。何それかっこいい。魔法研究所。部屋の中に魔法の作業台、水晶玉、丸クッション、そして航路を置き、魔法研究所を作ってくれ。ふんふんふん。丸クッション。丸くてふかふかのクッション。座り心地がいい。座れる家具。色を変えられる。コーロ。乾燥させた植物などに火をつけて香りを楽しむ炉。水晶玉。水晶でできた玉。中を覗けば未来が見えるかも。なんか怪しげなものがいろいろと作れるようになったのね。はい。ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、ってことで魔法研究所か。場所的にどこがいいんかな。でもやっぱりあの地下流行活用したいけど、あっこ部屋と来て認められるんかな